つては私自身も自分以外の黒い食品について研究していたことがあるんじゃ。今回はそんな黒の食品のルーツについて探ってみよう。黒い色をした調味料、みんなは何を思い浮かべるかね。黒い調味料の味や原料について子ども研究員にリサーチしてもらった時の様子を少し覗いてみよう。黒の調味料と比べてみようっていうのを今からやりたいと思います。匂いによってあと味を味わってみよう。4種類の黒い調味料を用意していたぞ。見た目は全部真っ黒だが、実はこれらは全て違う原料からできている。子供たちはどれがどの調味料なのか味と材料だけで当てることができるかな。赤身となんかとろみも違うね。よし、材料に入れて食べる。そしたらそれのさ甘みってどれ？おや、だいぶ難航しとるようじゃな。同じ黒でもこんなに味や香りが違うのか。黒い調味料は順番に黒みりん、黒蜜、バルサミコ酢、醤油だったのか。黒みりんの原料はもち米、黒蜜はサトウキビ、バルサミコ酢はブドウ、醤油に至っては大豆なのじゃな。これら4つの調味料はもともと黒くない原料がメイラード反応で黒くなったものじゃった。このリサーチでは調味料だけを調べたが、調味料以外の黒い食品がどうなっているのかわしは気になってしまったんじゃ。こうしてわしの探求心はさらに膨れ上がった。わしはさらに黒い食品を調べたくなり、世界ブラックサミットを開催したんじゃ。その時に出会った食品は皆それぞれに異なる黒色じゃった。本日は世界の代表的な黒い食品の皆様にお集まりいただき、世界ブラックサミットを開催いたします。本日の会議では皆さんの黒のルーツをお聞きして、黒の起源に迫りたいと思います。まずはエクアドル代表、ビターな味わいのブラックチョコレート。料理の名引き立て役、アフリカのサバンナ出身、黒ごま。パスタによく使われるイカスミ、だいぶ真っ黒じゃ。飲み物にも来ていただきました、エチオピア代表ブラックコーヒー、中国福建省出身ウーロン茶、ドイツからは子供が飲めない黒ビールの参加です。では早速皆さんにルーツを教えていただきましょう。わしは白いもち米から黄金色のみりんになり、徐々に黒になりました。皆さんのルーツは？コーヒーはもともとは白っぽい種、ウーロン茶はもともとは緑茶と同じ茶葉、黒ビールだってもともとは黄金の大麦。私たちは生まれた時から黒です。黒です。黒です。私もです。私の場合は髪の毛と同じ成分で黒いのですが。黒ごま、イカスミはもともと黒い色だったのか。こうしてブラックサミットは閉幕を迎えた。そしてどうやら黒い食品には2つの流れがあるということが分かったんじゃ。一つ目はもともと黒くなかったものが黒くなるというメイラード反応の流れ、二つ目はもともと黒いものがあるという流れじゃ。これらはそもそもなぜ黒いのか、その
原因が突き止められればメイラード反応以外の黒の秘密に迫れるのではないか。黒は黒でも源泉の違う黒。ああ、漆黒の疑問じゃ。ああ、わしは考えすぎてもうギブアップじゃ。黒い食品のそれぞれの黒の正体をどうかわしの代わりに突き止めてみてくれ。いくつかパターンがあるということまでは分かってきたから、あと一歩じゃ。